それでは持ち家阿部正幸さんでウェブサイト表示速度改善手法です。お願いします。よろしくお願いいたします。今回のセッションについてなんですけど、先ほど高野さんがお話しした通り、ページ表示速度改善が注目を集めています。で、2017年からですね、この改善の話って結構盛り上がってきているんですけども、私のですね、実案件でもこのページ表示速度を改善してよみたいな話がよく来ますので、今日はその実案件ベースで、お話をしていきたいと思います。で、なんでじゃあこのページ表示速度が改善を求められているかというと、まあ、サイトの回遊率が低下したりだとか、まあ、SEO などに悪影響を及ぼすためです。で、去年出ました、 Google が出しましたテストマイサイトというサイトがありまして、これはですね、モバイルの表示速度を測定してくれるツールです。で、これよく見てみると、で、このモバイル環境で、まあ、大体このページを表示すると7秒かかります。で、その時に訪問者の離脱数が約 26%、 7秒で 26% ということは、大体4分の1のお客さんを、まあ、捨ててるということになりますので、これはですね、まあ、改善をしないと、この4分の1のお客さんに対してもっとアプローチできるということなので、結構企業はですね、ここにお金を投資して、このサイトの表示速度改善というのを、やってきております。ですので、まあ、今回のセッションについてなんですけど、ページ表示速度改善、これは私が2017年ですね、受け負った実案件ベースで、まあ、こういうお客さんいましたよみたいな話と、あとですね、最近患った腰痛の話を、させていただきたいなというふうに思っております。ね、今の話題で分かる通り、ん？腰痛？え、表示速度って多分 99.8% ぐらいの方は思ったんじゃないかなというふうに思っております。ですけど、私ですね、今年の初めに腰痛を実は患いまして、100メートル歩くだけでもうしんどくて、もう本当に歩けないっていうぐらいの、腰痛になりました。で、まあ、通院して病院通ってたんですけど、そこでですね、僕、腰痛と表示速度改善の意外すぎる、関係性をですね、ピンときたんですね。これ病院にいて腰痛かったんですけど、それを思いついた瞬間に、あ、これネタで使えると似合ってちょっとしましたかね。ということで、今日はですね、この腰痛の話と速度改善の話をさせていただければなというふうに思っております。で、まずですね、ファーストインパクト、腰痛の場合どうするか、腰痛になったこといます？ちなみに、あ、めっちゃ多い、ありがとうございます。3割ぐらいいますねじゃあもうこの気持ちむちゃくちゃわかると思います。3割の方ね。まずどうするか、まあ、多分皆さん同じでしょうけど、うわ、マジ痛い、早く治したい。じゃあこれ速度改善の場合どうなるか、うわ、マジ遅い、早く表示したい。これもシンクロに尽きる。じゃあ次、何をするかというと、まあ、ファーストステップ、腰痛の場合ですね、何をするか、まあ、これも皆さん同じだと思いますけど、まず病院に行きます。そうするとレントゲン撮影、じゃあまずしましょうかということでレントゲン撮影するんですね。で、そうすると、まあ、その腰痛の原因調査して、レントゲン調査して、で、僕が最初病院行った時、湿布が処方されて痛み止めもらうと。で、これで治らなかったら1週間後また来てねって言われるんですね。で、また1週間後治らないで行きました。次、血液検査じゃあしましょうか。しました。異常ないね。で、湿布が処方されて、また痛み止めもらうと。で、また痛かったらまた1週間後来てくださいねって言われて、どん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 やっぱ痛くなってるんですね。で、その後、もう一回行ったら次、じゃあ MRI 取ろうか。これ多分経験あると思うんです、皆さん。で、MRI 取りました。で、調査、まあ見ました。異常ないね。で、湿布が処方されて、痛み止め処方された。おい、これダメだな、病院。って思って、ここ、病院を行くのをやめたんですけど、まあ、じゃあどうやって治ったかっていうのは、ちょっと懇親会の時にお話しました。で、速度の場合、じゃあどうするかっていうと、やっぱり、ここの原因調査、今、はてなはてなになっておりますが、この原因調査をちゃんと調べてから、速度改善の施策をやらないと、結局このレントゲン取って血液検査して MRI 取ってと同じ結果になってしまいますので、何が重要かっていうと、しっかりと原因調査をしてから施策を行うということが重要です。ね。進行率高いですよね。
しますが、ということで、改めて自己紹介させていただきます。私ですね、餅屋株式会社という会社でですね、代表を務めさせていただいております、阿部正幸と申します。で、いろいろマーケティングからウェブの開発までいろいろやってるんですけども、最近だとレッドボックスっていう国内 CDN のエバンジリストをしていたりだとか、あとは前職の CTI スタッフブログの運営をさせていただいたり、あとテックアカデミーというところの講師をさせていただいております。で、現在ですね、エンジニア、PHP のエンジニアを募集しておりますので、我こそはと思う方、もしおりましたら、ぜひお願いします。4月にですね、ディレクターの方1名採用決まっておりますので、この餅屋をですね、一緒に大きくしていただきたいという方、もしおりましたら、ぜひお声掛けをお願いいたします。で、最近の趣味はですね、音声スピーカーですね、Amazon Alexa という音声スピーカーの開発が趣味だったり、あとはですね、そうだ、今度、私職業でエバンジェリストっていうのをやってるんですけど、そのエバンジェリストの人たちを集めて、どうやって会社のプロモーションをしてるかみたいなエバキャンプというのがですね、サイボーズオフィスで11月6日ですね、18時からありますので、会社の売り上げをじゃあどうやって上げていきたいとか、エバンジェリストってどういう職種、どういうふうにプロモーションしてるのっていうのを知りたい方いたら、ぜひエバキャンプ参加してください。私も参加いたします。ということで、本編に入っていきたいと思います。で、先ほど原因把握が、とても重要だというふうに、説明させていただきましたけど、その原因把握のための前知識を簡単に説明していきたいと思います。で、ウェブサイトが表示されるまでの経緯なんですけども、パソコンで、インターネットのブラウザを立ち上げて、例えば yahoo.com っていうふうに、検索をすると、まず DNS という名前解決、この yahoo.com は住所ここにありますよみたいな名前解決をした後に、ウェブサーバーが応答しまして、で、大体のサイトはですね、このデータベースサーバー、ここに DB サーバーと書かれておりますが、情報が入っているサーバーから情報を取り出しまして、最初にこの HTML ファイルを、ブラウザに送ります。で、その送られてきたブラウザから中に書いてある CSS だとか JS の、何が必要かって読み込みまして、そこから初めて CSS、JS っていうのを取りに行ってウェブサイトに表示するっていうことをやります。じゃあ、その速度が遅いときにどこにじゃあ原因があるのかっていうのを知るのがやはり重要なんですね。で、原因把握をするための、ポイントというかツールがありまして、先ほど紹介しましたテスト前サイトは、その 3G 回線でどれぐらいの速度が出るかというのと離脱率を、見つけてくれます。で、ウェブ担当者プログラムの、こちらのツールに関しましては、どこで、時間かかっているか、例えばその HTML レンダリングのところで時間かかってますよというところまで見れます。あとは GT メトリックスだったり、いろいろツールがありますが、今回はこの Chrome Dev Tools、 昔は Google デベロッパーツールとかだったかな、だったんですが、最近は Chrome デベロッパーデブツールっていうのがあります。これは、これを使って、じゃあ今日は、速度調査の方法を、紹介したいと思います。で、Chrome のデブツールは皆さん、多分制作の時に使っていると思いますが、ウェブサイトのページで、右クリックして、検証をします。そうすると、こんな感じの画面が立ち上がってきますので、ネットワークというタブを押してページをリロードすると、その読み込み時間が表示されます。やってみましょうか。今日デモサイトですね、用意してきましたのでやってみたいと思います。右クリックして検証を押すと、で、下にデブツールが出ますので、ネットワークのタブを押して、ここでリロードですね。これわざと今回遅くするために作っていきます。で、今表示されました。そうするとちょっと見にくいかもしれませんが、下の方に、ですね、フィニッシュ 6.34s となってますので、 6.34 秒時間をかけてページが全て表示されたということになります。はい。で、まず原因その1から説明していきたいと思います。まず最初にサーバーにページを要求してから、まず HTML ファイルが最初に届く時間というのを見ることができます。で、今回でいうとこの index.php というファイルですね、こちらをクリックします。で、そうすると TTFB、 タイムトゥーファーストバイトっていうのがございまして、これですね、 TTFB、 これは
サーバーに、この HTML をくださいよって要求してから最初のその HTML が届くまでの時間です。でこれ実案件のクライアントさんの最初に入った時に、その社長さんがちょっとすごい遅いんですけどちょっと泣きついてきて、このまずデブツールで見たらこれですね、最初の HTML が届く前に 19.19 秒かかるんです。でここから CSS だったり JS を読み込んでレンダリングをしてきますので、だいたい25秒ぐらいこのサイトかかってきます。これリアルの案件です。すごいですよね。これ作った会社本当悪だなと思って、これ僕じゃあ分かりました、これ原因調査をして回収しますって言いました。でこれこういう場合はどこに原因があるのっていうと、そうですね、最初の HTML が届かない場合、これはウェブサーバーと DB サーバーに問題があります。これもう絶対です。でじゃあ今回のそのお客さんの場合どこに問題があったかっていうと、まあインフラ側に原因、あこれまずちょっと知っておいていただきたいんですけど、インフラ側に原因かどうかの見極め方、これ1個今日、この遅いサイト用意してきました。これ、動的に作成しているページです。これをただ単に右クリックしてページの表ソースを表示して、まあ、全コピーして、まあ、HTML ファイルにペタッと貼り付けます。でこれがペタッと貼り付けた HTML ファイルです。これを、速度を検証しています。ネットワークでもう一回リロードしますね。そうすると、ちょっと見にくいんですが830ミリセックですので 0.8 秒で、ページが表示されておりますので、動的生成している場合はだいたい6秒ぐらいだったけど、それを HTML そのまま置き換えたら800ミリセックになったので 0.8 秒ですので、やっぱりこれはバックエンド側に問題があるねということが分かります。まずこれ一つ見分け方のポイントですね。じゃあそういった場合にどういう対処方法があるのっていうと、一番手っ取り早いのはサーバーのスペックアップです。まあ結構の割合でこれ直ります。で次にサーバーの内部キャッシュを入れる。これちょっと後で説明しますね。データベースの設計見直しはキャッシュを入れる。データベースにインデックスを作成する。で最後に負荷テストを行うみたいな順番でやります。でサーバーのスペックアップは、なかなか、サーバーの理解めんどくさかったり、月額の費用が上がるのでなかなかこれはやることないんですけど、よくやるのがこのデータベースの設計見直しとキャッシュを入れる。あとデータベースのインデックスを作成するっていうところをよくやります。でまず、サーバーの内部キャッシュを入れるってところなんですけど、これは、インフラ屋さんのやっぱり知識が必要です。サーバー側に、内部キャッシュを入れるってことはやっぱりなかなかフロントエンドとかディレクターの方はできないので、これはなかなかやることないんですけど、先日僕一番あれなんですね、今までいた会社がウェブ制作会社、ウェブのホスティング会社でした。 CPI というところにいたんで、他社のサーバーの話できなかったんですが、今フラットに話ができるので、今日はさくらさんの気持ち、さくらさんが先日プレスリリースしたワードプレスなどの PHP アプリケーションを最大16倍に高速化、これはもう完全に内部キャッシュです。こう入れたものをリリースしてます。だからサーバーのエンジニアさんがいれば内部キャッシュ入れるっていうことが、結構早くなる方法です。次ですね、データベースの設計見直し、オアキャッシュを入れるっていうところなんですけど、結局このウェブサーバーから DB サーバーに対してデータが遅い。じゃあこれどうすればいいかっていうと、ここですね、ウェブサーバーと DB サーバーの間にキャッシュを入れるっていう方法もあります。ただこれって結局やっぱりエンジニアさんが必要なので、なかなかこれやることも少ないんですね。でさっきの20秒ファーストバイト TTFB 取得にかかったやつはどうやって解決したかっていうと、これです。データベースにインデックスを作成するっていうことをやりました。でインデックスとは何かっていうと、まあ、言葉の意味は索引だったり見出しという意味です。でデータベースの中のインデックス、データベースインデックスっていう何かっていうと、その検索効率ですね。何万レコードって入ってる中から一つのレコードを探す検索効率を上げます。格納位置だったりその並び順などの登録をですね、まあ、データベースのテーブル以外に、まあ、情報として持っておくんですね。それをインデックス、よくデータベースのインデックスを貼るみたいな言い方をします。でこれは、ディレクターさんだったり、フロントの方でもできる作業ですね。じゃあどういうふうにやるかっていうのをちょっと簡単に紹介します。でレンタルサーバー借りてる場合、
まあ、AWS でも何でも同じなんですけど、この PHP マイアドミンというものが触れます。どこのレンタルサーバーでもこれはあります。でそので PHP マイアドミンにログインしまして、このインデックスとかですね、ちょっと見てみましょうか、このちょっと見づらいですね。今2つ、テーブル、ユーザーズテーブルとユーザーにテーブルというのを用意しています。でユーザーにテーブルというのはインデックスを貼っております。じゃあどうやって見るかというと、この PHP マイアドミンにログインしまして構造というのをします。あ、やべえ、セッション経験をします、すいません。ちなみにここのサーバーはヘテムで使ってます。フラットにね、サーバーを今日は使っていきたいと思います。はい、で構造っていうのを押しまして、これですね、下の方にインデックスっていうのがあります。これを押してあげます。そうするとこのデータベースを検索するためのインデックスがここでどれぐらいついているかっていうのを見ることができます。でもしここで、インデックスがついていない場合はここですね、構造の中のインデックスと押すと出た、ここですね、本当に実行しますかっていうふうに出ますので、インデックスを貼る自体は実は簡単に貼ることができます。でこれをやることでどういうふうな効果があるかっていうと、ここですね、これ先ほど、インデックス PHP、表示速度見てます。でこれリロードすると、今リロードしました、そうですね、で表示されるとユーザーズ2のこれ同じ、実は SQL、を回します。データベースに取り行く命令を出してるんですが、ユーザーズ2テーブルは、0.04 秒で、取り行けてるんですけど、ユーザーズテーブルこれは4秒かかってます。これなんでこんな差が出るかっていうと、実はここですね、ユーザーズ2テーブルに関しては先ほど言った通りインデックスを貼ってます。でなんでこのネームとナンバーというところにインデックスを貼っているかというと、ここに対して検索をかけているからです。でこれ何万レコードあるのかというと、昨日ちょっとうまいような登録したんですけど、実は8万レコード全部であります。でユーザーズテーブルを見てみると、ユーザーズテーブルに入ってまして、構造を押してインデックスって見ると、実はこっちは、まあインデックス貼ってないんですね。ただこれだけの差でこの秒数の差が出ます。同じ SQL を実は動かしています。ですので、問題箇所をまず見つけて、まあ、大体の場合はこの、データベースと PHP の間の間が遅いっていうことなんですけど、でじゃあどうしたらその遅い SQL 見つけられるのとか、どうしたらその遅い SQL ですね、どこにインデックスを貼ったらいいかわからないっていうときは、スロークエリというキーワードで検索をしてみてください。でよくワードプレス遅いってよく言いますよね。でワードプレス遅いと思ったら、ワードプレスのプラグインで、スロークエリで検索をすると、まあ、こういうクエリモニターっていうプラグインが出てきます。でこれ使うと何ができるかっていうとですね、このSQL 文を実行したときに、まあ、左、何ミリセックかかったよっていう時間が分かるんですね。で遅いページ開いて、クエリモニターで、まあ、クエリモニター表示するとこの SQL でこれぐらい秒数かかってますよって出ますの でそこで見たものに対して、まあ、試しにインデックスを貼ってみる。でインデックス貼っても必ず速くなるっていうわけじゃないですけど、結構の割合で速くなるとか。で先ほど紹介したリアルの案件19秒かかったやつは、インデックス貼っただけで実は7秒で落ちました。それだけで、それぐらい効果があります。ですので、まあ試しにインデックスを貼ってみる、まあ、デメリットももちろんあるんですけど、結構いいことの方が多いです。まず1つ目インデックスです。はい、で最後に、まあ、こういう、まあステックアップだとかデータベース設計見直しだとかインデックス作成みたいなことをやったときに、あとに負荷テストっていうのを私の場合は必ずやってます。でまあやり方としては、これもディレクターさん簡単にできるので覚えておいてほしいんですけど、アパッチメンチというものがありまして、時間がちょっとないんで飛ばしますけど、皆さんの大嫌いなコマンドプロンプト黒い画面を出して、
このイグアンプル .com のアドレスを変えてあげます。そうすると、そのサーバーに対して負荷をかけることができます。でこれはアパッチの、アパッチウェブサーバーですね、ウェブサーバーの負荷を計測するためのものですね。で計測するとこういうふうに、レスポンスが返ってきまして、リクエストパーセコンドって書いてあるところはそのリクエストを、処理するのにどれぐらいの時間がかかったかっていうところですね。あとタイムパーセコンドが1個のリクエストを、処理するのに、リクエストパーセコンドはごめんなさい、1秒間に何リクエスト、この応答ができたかっていうところですね。でタイムパーセコンドが、その1リクエストに対して何秒、時間がかかったかっていうところを見れます。で、見たときにこういうふうに、例えば悪い例としましては、負荷をかけたときフェイルリクエスト、これは処理できなかったっていうところがあると、そのサーバー能力を超え、まあ、負荷をかけた分以上の、処理負荷をかけれないってことになりますね。あとロードインパクトっていうのも、よく使います。これも同じように、リクエストをかけてアプリケーションの性能を測るためのツールです。こういったものを私が案件入ったものに関しては全部テストを通して、まあ、大体3秒2、3秒で、その全部のページが表示できるみたいなことをやっております。やばい時間がない。原因その2、特に重いコンテンツがなくダラダラと画像 CS、JS などが、まあ、ロードされてきたら、まあ、これもよくありますパターン的には。で下見てみると分かるんです、20秒ロードにかかってですね、長いですね。でこういう場合は、プロトコルを確認してみます。ちょっとやってみましょうか。今日検証してネットワークをしてリロードします。ちょっとやべ遅い方でしたね。はい、で、プロトコルの確認はこのネーム、ステータス、タイプというところを右クリックしまして、プロトコルというメニューがあります。こちらをクリックします。そうするとここに使っている通信のプロトコル、今 H2 となっているのが HTTP2 ですね。で以前まで使ったプロトコルはこの HTTP1.1 です。これは jQuery 取りに行くプロトコルが 1.1 で、サーバー側は H2 というのを使ってますので HTTP2 を使っています。でこれが HTTPの 1.1 よりも H2 の方が、その配信効率がいいというふうに言われておりますので、もし HTTP1 を使っているサーバーを使っていたら、それただ単にサーバーを新しいに乗り換えるだけで速くなったりもします。ちょっとこの通りですね。であとは、回線速度を絞る、この右からですね、ファスト 3G だと 3、スロー3G みたいなことをやると、そのモバイル回線どれぐらい遅いのみたいなこともできます。でよくなんか、JavaScript フロントエンドからこうメニューを選択して、なんかそのメニューの選択に応じてなんか、セレクトボックスが変わるみたいな、よく UI とかありますが、これは、1回そのモバイル回線にしてどれぐらいこのレスポンスが、回線速度が遅くなると操作しにくくなるかっていうのを試してみると、結構面白いかもしれません。これ回線速度を絞るのも一ついいですね。でこういうものをやって、じゃあ最後にこのフロントですね。でフロントの話はこの後佐藤さんから話がありますので、私から話はしませんが、まあ、サーバーサイドやってで問題なければフロントやるみたいな手順がよろしいかと思っております。でよくあるのが、重いコンテンツですね。これ一つのコンテンツでわーっとこう時間かかるようなのがあると、まあ、よくあるのが動画、重い動画だったり、フォントだったりします。でこういったものがあるとそのページの表示速度を落としてまで本当にそのコンテンツが必要ですかっていうところを一旦話し合って、まあ、必要でないってなったらまあ削除するのに、必要だったらまあちょっと軽量化してみるみたいなことが必要かと思います。で最後にですね、いろいろ面倒という方いますよね。画像を圧縮するのも面倒い、サーバーのキャッシュ入れるのも面倒くさいっていうことは、この CDN コンテンツデリバリーネットワークっていうものがございまして、これを、入れるだけで、今まで言ってたようなのを全部やってくれますので、もし、まあ、サーバーにちょっと月額、まあ、3万円ぐらいだったら金かけてもいいよっていうところはこういう CDN を入れるのも一つの手です。で、私この実はレッドボックスのエヴァンジリストをさせていただいておりまして、アベプランみたいに作ってもらいましたので、お得なプランありますので、もし CDN 入れたいなっていう方いたらぜひご相談くださいということで、最後に、まとめをしたいと思います。まず速度改善にはですね、その原因調査っていうのがものすごく重要です。
で原因調査に関しましては Google の Dev ツール Chrome についているそのツール開発者ツールで簡単に見ることができますので、ぜひですねディレクターの方はですね、案件に入った時はどれぐらい速度が出るのか、どこにボトルネックがあるのかっていうのは、簡単でもいいんで知っておいていただけるとよろしいかと思います。で、ウェブサーバーを新しいプランに乗り換えるっていうだけで改善されることもよくあります。なんでかっていうと、昔のサーバーを使っているとその通信のプロトコルが古かったりだとか、あとはですねコンテンツが圧縮されて今の時代を飛んでくるんですね。でそういった圧縮がされていないだとかいろいろありますので、この新しいプランに乗り換え、まあ、大体4年5年以上使ってたら乗り換えるだけで早くなったりもします。あとはインフラにお金がかけられる場合はですね CDN を導入してみるっていうのも一つの手ではありますので、こちらの CDN を導入して検討するっていうのも、よろしいかと思います。で、腰痛で通院しても、処方されるのは湿布のみですということにならないようにちゃんと原因調査をして、速度改善にをしてみてくださいということで、ありがとうございました。ありがとうございました。